ボニー・ノートンは、カナダのブリティッシュ・コロンビア大学の言語、識字教育学部の教授、アフリカンストーリーブックの研究顧問、応用言語学とリテラシーに関するアフリカ研究ネットワークの2006年の共同創設者、アイデンティティと言語学習の理論や投資の構築などで国際的に知られている、アメリカ教育研究協会のフェローであり、2010年に、 アイラの第二言語研究シグのシニアリサーチリーダーシップアワードの最初の受賞者である。2016年、テッスルアワードフォーディスティングイッシュとリサーチの共同受賞者で、カナダ王立協会のフェローに選出された。ノートンは1956年に生まれ、激動のアパルトヘイト時代に、南アフリカ共和国で育ち、幼い頃から、言語、権力、 アイデンティティの複雑な関係を学んだ。ヨハネスブルグのウィットウォーターズランド大学の学生新聞の記者として、彼女は1976年にソウエト暴動を引き起こし、抵抗力のあるアフリカの学生にアフリカアンス語,語をおそうとした州の言語政策を調査した。1982年にウィズで英語と歴史の学士号、教育学位、 応用言語学の優等学位を取得した後、英国のレディング大学で言語学の修士号を取得するために、ロータリー財団大学院奨学金を受けた。その後、彼女は、米国のプリンストン大学で、パートナーのアンソニー・パースと共に、教育試験サービスで、トーフル言語テスト開発者として3年間過ごし、マイケルとジュリアの2人の子供を設けた。家族は1987年に、 カナダに移り、そこでノートンは、トロント大学のオンタリオ教育学研究所で、言語教育の博士号を取得。1996年に、ブリティッシュコロンビア大学に就任する前は、米国国家教育アカデミー・スペンサー財団及び、カナダ社会科学人文科学研究評議会から、博士研究員賞を授与された。ノートンは、言語とリテラシーの研究が、 草の根レベルでの教育改革を支援しながら、より大きな社会的不公平に対処する方法に関心を寄せている。彼女の研究は、言語学習者と教師が多様な教室やコミュニティの中で、ナビゲートする力の関係を可視化することを目的としている。国際開発の提唱者でもある彼女は、カナダからサハライナンのアフリカまでデジタルリテラシー。 大衆文化、ヘルスリテラシー、言語評価、教師教育など幅広いテーマで研究を進めている。2006年には、アフリカリサーチネットワークオンアップライド、リングイスティックスリテラシーを共同設立し、ワックの大学院生だったジュリエット・テンベとサム・アンデマがチームメンバーとして参加している革新的なアフリカンストーリーブックでも活躍。アスプは、 南アフリカ遠隔教育研究所によるオープンアクセスのデジタルイニシアチブで英語、フランス語、ポルトガル語に加えアフリカの複数の言語で何百もの童話を提供することでアフリカの子供たちの早期式字を促進している。そのスピンオフであるグローバルアスプは世界中の子供たちのためにこれらの物語を翻訳している。ノートンはアフリカンストーリーブックの リサーチアドバイザーとして、バックのエスペン・ストレンジャー・ヨハネセンと協力して、アフリカンストーリーブックのブログと YouTube チャンネルを立ち上げ、このプロジェクトやその他のプロジェクトを推進している。最近の主な少女賞は次の通り、ありがとうございます。